は、株式会社式薬の代表のアドです。今日は式薬かけるニートの企画のアフタートークということで、私さんとフランクな感じで、ただ話し続けたいなと思います。そうですね。いや、ありがとうございました。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。すごい。期待以上の本当ですか、ね、面白い、まあ、僕中身のコンテンツっていうか面白さには自信があって、はい、そもそもニート株式会社っていう存在自体が噛めば噛むほど味わい深いと思っているのでただ世の中には結構分かりにくいメッセージをたくさん含んでると思ってるので、いかがでしたかね。いやいや僕はちょっとねそれはでもまあまあ僕にとってはすごい面白いな。基本的にもやっぱりだからその人間って何か現状より良くしたいっていう思いがあれば動くじゃないですか、うん、でもやっぱ彼らの場合やっぱその単に会社を良くしたいっていうことよりも、うん、なんかやっぱその自分たちがいて意味がある場所っていうのを求めようとしてると思ってで富樫さんと妙に仲良くなってきたりとかなんか人生の一つの新しいなんか舞台っていうか場所になってたような気はしますよね。あ、そうですね。ただ、会社で一つやってみようってなったことに関しては、うん、まあ動画の中でも出てるんですけど、ニート株式会社自体をいきなり、まあ、実質こうホールディングス化っていうか、はいはい、持ち株会社的にして、はい、つまりあの会社はその本当の意味で、まあ、特に何も事業をしない会社です、うん、にしてで何か事業を目的を持ってしようってなるとそこに合う人とか、はいはいはい、ふさわしい状態を作んないといけないじゃないですか。ルールを決めたり、うん、ゴールを決めたり、そうするとそれはニート株式会社のそもそも理念が変わってくるから、まあ、別会社化するっていうか、だけどその別会社に作るんだけどその紐づいてる存在はなんかこう何もしなくてもいいみたいな元々の理念は残しておくみたいな話にはなってて、まあ、だからニート株式会社の本体自体は何もしてなくてもいられるんだけど、とはいえ人生何かをしないと何も進まないこともあるので、うん、まあその両方をうまく共存するといい。なるほど。まあそういうコンセプトもとに集まってるけど、うん、こう何かこう社会に有益性を発揮するために集まってやるときは、うん、その子会社あえてそう子会社でやるということとかに捨てていくと面白いんじゃないかっていうのと。なんか僕の中ではニート株式会社って何ってよく聞かれた時にやっぱりなんかかっこいい表現をするなら現代アート的なものだと思ってて、うん、まあでも今回は本当にそういう意味では異常に魅力的な集団だと思いましたけどね。でも価値が現代の社会の現時点で価値が明確かっていうと、はい、そうじゃないじゃないですか、まあ、そうです。まだはっきりとした価値が不明確で、うん、でもなんか見ておきたい気はするっていうか、うん、僕もじゃあニート株式会社がすぐにこう生産性がないと結果が出ないからといって諦めたいかっていうとなんか諦めずにずっとこう手入れはしときたいみたいな、うん、そういうなんかアート作品なんじゃないかと。僕今回やっぱ一番面白かったのは、はい、こうやっぱこう彼ら自身がどんどん変わっていくっていうところが見れたっていうところなんですけど、うん、やっぱその、まあ、表現は富樫はすごい柔らかく伝えたと思うんですけどね、うん、その何個かの事実をこう突きつけていった時に結構すんなりというか、 なんかどんどん受け入れ始めて、うん、今日はその、まあ、ある種現実から目を背けた部分があったわけじゃない、はい、あると思うんですけど、はい、それをこうあえて許してる部分もあると思うんですけど、うんうん、まあ、そこにこう向き合い始めた時に、うん、やっぱ人ってこう動き変わってくるんだなっていうところはすごく見てて面白かったかな、うん、例えばニートでいる状態なんですよ、はい、まあ、いい意味で寝てるっていうか眠ってる状態だとすると、はい、こう起きると腹もすくし、はい、まさに嫌なことも起きるし、はい、現実と向き合わなきゃいけないじゃないですか。だからニート株式会社っていう集団って、まあ、寝たいだけ寝てていいよっていうなんかユートピア感はあったと思うんですよ、はい、ところが寝ててもお金は増えないし、ね、評価が上がっていくわけじゃない、はい、でも目覚ましたら覚ましたで、はい、辛い現実があるみたいな、はい、この行き来をどうするかみたいなところが一つの仕掛けだったと思うんですよね、はい、やっぱ富樫さんとの会話やり取りを通してやっぱなんかこう目を覚まして何かやるっていうことにも希望は持ちたいみたいな、うん、そうですね。ただなんか寝とけないというかいう感覚は持たれたんじゃないかなっていうふうには思うんですよね、うん、そう
まあ、ある種現実を突きつけながらも可能性を示した、うん、そうです、そうですね。富樫さんがやっぱ良かったのは、富樫さん自身が結構もともとオタクな感じで、はいはいはい、俺もなんかこう悶々としてたんだみたいな聞こうと時期はあるそうそう、そのやっぱ一番共感を呼んでたのは、とはいえも色学っていう組織の中でそれはそれで俺は葛藤しているみたいな、はいはい、演じてるってやつですね。そう、はい、がリアルで、はい、結構受けてましたよ、はいはいはい、あそこで色学の講師を演じてるって言えるのすげえななんかそれが社会になったっていう、うん、まあそうだと思います。でもあの、まあ、富樫があの回でなんかこんなこと言ったら役員に怒られるみたいな言ってたと思うんですけど、でも全然そんなことなくて、やっぱその僕自身も色学の社長を演じてる感覚も当然ありますし、うん、だからもうそういうそれこそがまさにこう社会ですよね、うんうん、その確かに自分のありのままだけで生きていくっていうこと自体、要は欲求のまま動くってことだから、なるほど、ね、犬とか猫とかの大した感もっともっと動物寄りというか、確かにそうかそうか、だから色学さんに対する多くの誤解は、はい、結構色学を入れると社長がなんかこう宗教にハマったみたいにガラッと変わってみたいな話とかもたまにあるけど、でも冷静に話を聞いてると本当は結構ロールプレイングゲーム、ロールプレイング化するっていうか徹底するって感じですよね。まあそうですね。だからニートっていう状態も役割がないわけじゃないんでしょうけど、ある意味はその役割から逃れてる状態だったと言えるのかもしれないですね。そうそうです、うん、社会の中に生きていくっていうことはそのまあ、食べるの次はやっぱ存在意義なんで、要はその存在意義を確認できないといけないっていうことだと思います。そうなると僕、色学さんのコンサルがその前向きな意味で会社と仕事をなんか RPG 化するって言われた方がすごいねしっくりくる、うんうん、でしかもそれが前の安藤さんとの最初の対談でやっぱ教えていただいたことですけど、人生の全てだとは言ってないわけじゃないですか、はい、そうですね、あくまで一つの会社というなんかゲームやステージがあって、そこでのロールをしっかりプレイできれば評価がもらえるし、ね、会社っていうゲーム全体も機能していくっていう話だけど、なるほどね。いや、そういうことで言うと今回それに彼が気づいたかもしれないですよね、うん、確かに。要は今まではそのひょっとしたらその人格まで変えなきゃいけないっていうふうに思ってたかもしれないけど、そうじゃないということに気づかれて、ちょっと前向きな話が出てたかもしれないです。ことはニート株式会社がそのホールディングス的になって子会社作るとしたときに、色学、実は色学的な考え方を導入してみようだったとしたら、細かいやり方うんぬんの場合に一番大事なのは、その子会社においては会社を経営する役割をちゃんと担うっていう役を徹するってことが一番大事ってことですね。そうそう、だから人格とか性格側に合わせに行かない、うん、あくまでもロールに人が合わせに行くっていう、いうにやっぱ切り替えていかないと、組織はうまくいかない、うん、まあ、人格じゃなくて役割のマネジメントみたいな。ああ、そうです、もう完全にそうですよ。だからあの前回の動画でも言ったかもしれないですけど、人間同士のつながりにしようと思うから、うん、もうつなが、まあ、辛いことがなくて、もちろん人間同士のつながりなんで仲がいいとかそういう時はプラスの力を発揮することは当然あると思うんですけど、でも人の数が増えれば、多分ニート株式会社が起きてることだと思うんですけど、人が増えれば増えるほど人間関係ってマイナスの作用も働き始めて、生きだるま式に膨らんでいきますからね。だからなんかあれですね、こう友情を深めてとか人間関係を深めてっていうのは結構期間限定とかじゃないと難しい気はしますよね。そうですね。だから色学さんの話を聞いてると、一番大変なのはそれを徹底して運用するための中間管理者なり、まあ、社長もそうですけど、その人格、まあ、人格にじみ出るのは仕方ないとしても、そのマネジメントする側は役割っていうものをちゃんと冷静に見てマネジメントできないとぐちゃぐちゃになるんですよ。なるほど。いや、今日ちょっと新しいヒントだな、僕の中で。だからニートたちに、そういう人たちに人格から変わってやる気出せとか生まれ変われみたいな、あれはもう古いし、多分そのああいう若者たちに対して生まれ変われよみたいなのが一番間違ったメッセージです。まあそうですね、生まれ変わらないし、生まれ変わらなくていいしただし事実の仕組みで言うと、うん、あの有益性の交換だし、その他者評価得ないと生きていけないし、うん、っていう事実からは、あ、事実だけは突きつけるだけでいいと思います、うん、だからその辺のところが前向きで、なんか最後のアンケートを見ててちょっと感動したんですけど、いいところが
会進出支援事業やりたいみたいな。確かに書いてる人がいました。確かに、まず彼らってそのなんか長い時間暇があった分、自分たちなりの考えとかこだわりとか癖はあるので、それを変えるのは結構難しいと思ったんですね、はいはい、でも安藤さんの今のお話は、何もそのニートたちの人格や精神を鍛えようとか変えようとなんて思ってないってことですよね、はいはい、君たちはもっとこう変われじゃなくて、世の中の仕事や働くっていうシステムはこうだよっていう、あ、そうですね、客観的なゲームがどうなってるかっていう事実を伝えることの方が大事って話、多分いろんな引きこもりだったりとか、人生で何かこうそういう挫折した経験を持つ若者の仕事を支援しようとなると、なんか多分多くの間違った支援者はこう誠意を持って向き合って人格をこう、そうなんですよ、変えてあげようみたいな、違うんです、その事実を、だからそのどういうゲームになっているのかを正しく、うん、今の表現で言うと正しく教えてあげるし、そのゲームを少しでも経験させてあげることによって社会進出が叶うっていうことなんです、うん、まさかのあれか、うちのメンバーたちがニートのコーディネーターという、ニートがニートの社会進出等をあの支援するっていう最高の授業だと思うんですね。確かに、ぜひ一緒にやっていきたいなと。めちゃめちゃ面白かった。ありがとうございます。今日も識学チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。最後にチャンネル登録をお願いします。